皆さんこんばんは、ビーレジェンド鍵谷です。今回はコアラコアラスさんにゲストにお越しいただいております。ビタミンミネラルマッチ食べてますか、コアラコアラシです。はい、ということで、ね、よろしくお願いします。はい、で、まあ、今回はですね、動画後半になるんですけれども、前半がコアラさんのチャンネルの方で、行っておりますので、ぜひあの概要欄の方に前半のリンク貼っておりますので、そちらの方も合わせてご覧ください。トレーニングの話、感動のプロテインですよ、本当に。まあ、確かにそうですね。ビーレジェンドの名前自体が、まあ、伝説になるじゃないですか。はい、切り口2つあって、はい、その飲んでいただいているトレーニーの方たちに人生過去最高の伝説になるようなボディメイク、体作りをしてほしい、もう今人生一の体だって、こう伝説の体だっていう風になってほしいっていう、皆さんの側と、あと自分たちの側で言うと、まさにそのプロテイン界の伝説になると、伝説のプロテインになるっていうのが狙いだったんで、はい、そういった意味では今までのプロテインになかったよねとか、こんなプロテインすごいとか、味に関してはうちが出てきてからもういろんな工場からやっぱり言われるって聞くんですよ。あのビーレジェンドみたいなプロテイン作ってくださいって言われるっていうのは、3年目ぐらいからかな、パラッパラと言われだして、もう5年目ぐらいからはもうなんかやっぱどこもそうなんですよ。だからね、お客さんの声聞いててもなんかビーレジェンドと一緒じゃんみたいなこと、たまにあるじゃないですか。はい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 、だからああいうのを見ると、やっぱり味作りもあのレベル上がってよかったなって思うとともに、うん、まあ、ライバル増えて、まあ、大変なとこもあるんですけど、そうですよね、はい、そうですよね。なんですけど、プロテインまずいっていう常識をプロテイン美味しいよっていう風に変えるっていうことを目的としてやったので、だからそういった意味では目標達成できてるんで、まさにビーレジェンドにようやくちょっとずつ慣れてきてるなっていうのを感じるんですよね。もう本当ビーレジェンド出て数年したぐらいから劇的にプロテインが、世の中のプロテインが美味しくなって、今まずいプロテインあんま探すの難しくなったじゃないですか。逆にそうですよね、うん、まあ昔は本当にまずいプロテインってあったんですけど、昔は美味しいプロテイン探すのが難しかったじゃないですか。今本当にまあ割とやっぱ美味しいのが増えたっていうのはありますね。増えました、はい、やっぱ業界自体がこうレベルアップしてるっていう感じなんですかね。だから本当になんか分岐点になれたというか、ベンチマークされるようになったっていうのは、まあありがたい。まあ、あのトレーニングしてらっしゃる方は、まあ、うちの商品飲んでもらったらありがたいんですけど、よその商品飲んでいただいても美味しく飲めるっていうのは、まあ、業界に貢献できてるなと思うんですね。それで言うとですね、まあ、ビーレジェンドさん数々のフレーバーを出してきたじゃないですか、うん、全部ちょっと記憶思い出せないぐらい、うん、はい、ね、僕も覚えてない、まあ、限定フレーバーもあったりとか、はいはいはい、今売ってないものもありますけど、はいはい、そうですね、一応全部飲まれてます。飲んでます、飲んでます、はい、その中で、お、はい、一番これはちょっと一番最下位ってあります まずかったやつ最下位ってありますか。ね、視点替えをしなきゃダメなんですけど、ちょっと、はい、要は売り方を間違えたから結果的に最下位になっちゃうっていうやつなんですけど、はい、何かというと某コラボの商品で豚骨ラーメンのフレーバーを出したんですね。 ありましたね豚骨ラーメンフレーバーありましたね飲んだことあります？飲みましたよ飲みました飲みましたやっぱり買っていただいた方って、まあ、当たり前なんですけどプロテインと思って買うじゃないですかあ、そっか、そうです。だから 30g ぐらい入れて、はい、200cc 入れてシェイクしてプロテインと思ってグクグクっていくじゃないですか それは違いますよね。あれだってスープでも一口ごくん、あごくん、あじゃないですか。確かにそうですね。だけどプロテインってごくごくごくで200一気じゃないですか。はい、いやしんどいんですよ。それは確かに違う、ちょっと無理じゃないですか。違うかったっすね。しかもね、しかもね、ラーメンごくんだったらあったかいからいいんですよ。あ、そうなんですよね。だけど水じゃないですか。はいはい。だからさらにダメなんですよだからそこがね、もう間違いで、だけどあれはあったかいお湯で溶いてもいいし、まあ、水でもいいんですけど、はい、ラーメンに最後白米入れるじゃないですか。あ、はい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 、ああいう感じで食べてもらうとか。あ、やっぱそっちが正解ですよね。あるいは麺、麺入れちゃうとか、ね、麺入れてもラーメンにしちゃうとか。はいはいはい、もう食事として取ってもらう分には めちゃくちゃうまいんですよ。だから多分そうやろうなと思いながら、おかしいなと思いながら僕水で飲んでましたもんおかしいなちゃんと料理として使えばめちゃくちゃ美味しいんですよ。うんうんうん、本当にスープなんですけど、そうですね、ちょっとクリーミーなタイプのスープになりますけど、コンポタ、うちの出してるコンポタとか、はい、ああいうのだったらゴクゴクってまだ飲めるじゃないですか。コンポタ好きです、はい、美味しいです。あ、もう冷製スープとしてもゴクゴクいけるじゃないですか。はい、だけど豚骨スープは
ごくごくはやっぱいけない。ちょっとね、やっぱ違うんですよね。なんか妙な罪悪感も、プロテインやのに罪悪感感じてまうんですよ。そう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 。これあんま一気で飲まん方がええんちゃうかなみたいな。それもありますね。確かに。ラーメンのスープやんで、みたいな。プロテイン飲んでるのに罪悪感出るってね。そうなんですよ。あの、裏を返せばそれぐらい再現されてたんですよ。確かに。おかしいなと思って飲んでたんですよ。だからね、あの、真面目に作りすぎて、まさに、なんだろう、こう、視野狭窄になってプロダクトアウトになっちゃった。商品ありきで、いいもん作れたとかって喜んだけど。なるほど。なんか、そこをお客さんのこと考えたら、最初から飲み方、食べ方っていうのを合わせてこう伝えなきゃダメだったなっていうのを思ったりして。そうかもしんないですね。それはちょっとね、あれかな。まあでも、その結果、いろいろ作った結果、まあ、味噌汁なんかもありましたし、でも今ね、コーンポタージュが、まあ、期間限定で冬季に販売してますし、酵母プロテインでね、あ、酵母になりましたね、酵母プロテインでコーンポタ、あの、うまくできましたね。あれもだからそういうふうになんかこうちょっとご飯系といいますか、そっち寄りのプロテインっていうのもなんかやっぱいいなと思う。そうですね、クラムチャウダーとかもやったことあるし、ね、クラムチャウダーも美味しかったですね、あれもいいですね。だからあれなんか本当に魚介とか入れて、はい、刻んだ野菜とか入れて本当にスープにしたら、うんうん、もう単純に美味しいと思うんですよ、ね、そうですね、本当にだからスープの素というか、そういう使い方で全然ありでしたね、はい、ありましたね。味噌汁も豆腐入れてね、豆腐のトッピングみたいなのがついてて、パラ乾燥のやつ ね、パラパラとプロテインだよねみたいな、お椀とかお箸も確かつけてた、ね、そうありましたね、ギフトパックみたいにして、ありました、あとお汁粉もあのお餅入れましたしね。ああ、お餅ありましたね、丸いお餅を入れて。お汁粉もうまいんです。お汁粉僕たまに飲んでるんですよ。お汁粉、あ、本当ですか。めちゃくちゃ好きですね、あれは。いろいろだからそういう新しいところにもこうチャレンジしてるっていう、なんかそのチャレンジスピリットもちょっと。そうですね、この間ちょっと久しぶりにね、まあ、取締役と話をしてた時にですね、はい、まあ、ある企画があってですね、はい、あー、いいっすね。でその企画を聞いた時にですね、それは面白いと、やろうって言ったんだけど、いや、なかなか手がいっぱいでとか言って、いや、ダメだよ、ビレゼントそんなこと言ってちゃう。あれはちょっと ね、実現したいんですよね。次、ラストの質問というか、はい、まあ、ちょっと今までね、答えづらいだろうなとか、うん、意地悪だなって思う質問ばっかりさせてもらったんですけど、はい、最後ちょっと普通に聞きたいなというところもありまして、はい、クレアチンについて、今クレアチン飲んでらっしゃるんですね。飲んでますね。で、ローディングも。ローディングし終わったぐらいですね。してると、はい、ローディングって、なんかしなくてもいいとか、うん、なんかした方がいいとかって、ありますね。両方話が出てくるんですけど。ありますね。だから今日話聞いてて、あ、社長する派なんや、ローディングする派なんやと思って。しますね。でもそれなんかあります？しないよりもするを選択する理由。一番最初、クレアチン開発した時は、はい、サンプルでテストでやった時は、せずに飲んでたんですよ、はい、だけどあんま良さを感じなかったんですね。ほうほう、良さが分かんなくて、だけど世の中の人はみんなめちゃくちゃいいって言うじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ。で、俺だけ感じないのかなとかって思ってたんですけど、だけどちょっとローディングをしてみようと思って、で分量を増やしてローディングをしたんですけど、はい、そしたらこれかみたいな、へえ、あ、本当ですか、気持ちになって、へえ。それからまた一度完全に抜いて、はい、でまた最初からローディングしたパターンとか、はいはいはい、ローディングしないパターンとかいろいろ試して、何日ローディングした、1回のローディングの分量が 30g とか 10g とかいろいろ試してやったんですけど、はい、もう結構期間かけて、僕の中では1日 30g ぐらいを5日から7日ぐらい、結構長いし多いんですよ。結構長いし多いですね、はいはい、自分の中ではあのいいなっていう結論に至ってます。へえ、そうですか。結構人によりますね、本当に。もうなんかあのちょっとであのすごくいいっていう人もいるし、はい、全然わかんないっていう人も結構いるんですよ。そうなんです、わかんない。あ、全然クレアチンのその体感が今まで一回もなくて。あ、本当ですか。でローディングもしたことあるんですけど、それでもなんかいまいちピンとこなくて。でも1日 30g を、何回ぐらいに分けて、30g でテストして一番良かったなって言った時は、僕5回ぐらいに分けてました。6、6、6、6、6みたいな、はいはいはい、へー、あ、ちょっと僕もそれで1回やってみます。で結構本当にもう、まあ、朝、まあ、8時ぐらいから夜、まあ、12時ぐらいまでとして考えたら、はい、3時間おきぐらいに飲むような。うん、それはもう水で飲んじゃってました。水で、はい、あ、でもトレーニング後とかはプロテインと一緒に飲んでました、ね。はい、もう混ぜちゃってって感じですよね。
だから僕も全然その体感はないものの、うん、まあ明らかにこう進める人も多いし、うん、いいぞいいぞっていう話も聞くんで、うん、まあ分かんねえけど飲んどくかっていうのが僕の中でクレアチンやったんですよ。だからもうそうですね、本当にトレイル後のプロテインだったりとか、まあ、食事のタイミングでパッと飲んだりとか、うん、それだけしてたんですけど、ちょっとローディングしてみます、うん、がっつり一回ちょっと多めの、はい、ちょっと多めのローディングやってみます。年始からローディングを始めてやった時とかだったら、まあ俗に言う感じた内容っていうのは全部感じてますね。へトレーニングのパフォーマンスでいうと全部良くなってるなっていうのが自分の印象ですね。それは、力、持久力だったり、ね、はい、力だったりと、はい、へえ。レップ数とか重量とか、はい、ちょっと一回そうか、ちょっと多めのローディングしてみますわ。ちょっとクレアチンの体感を得てみたいんで。でもあんまりなんかそういう発想にならないじゃないですか。 なんかもうそのこの分量でいいよって言われてたらとりあえずそれ守っちゃうんで。そうですよね。まあ僕よく言うんですけど、トレーニングに関してもビジネストレーニーなんですよね。おおほうほうほう、はい、だある意味まあプロボディメーカーだと思うんですけど、そう仕事でやってる、ね、確かに確かに。でサプリメント飲むのも仕事だと思って飲んでるんで、だからパフォーマンスを上げたいとか自分を、まあ、もちろん大きくするっていうこともあるんですけど、はい、っていうよりもお客さんの立場に立ってどういう体感があるんだろうとか、どういう気持ちになるんだろうとか、そうやった時に体がどんな変化が、あるいはサイズとかだけじゃなくて気持ちとか、はい、あれなんか胸焼けするなとか、あこれぐらい飲んだら乳糖不耐症で下痢するんだなっていう限界値を試すとか、はい、そんなことを期間的にずっとじゃないんですけど限界を自分の身をもって体感してたんです。だからよくサプリメント飲みすぎてしんどくなるんですよ。なんか限界超えちゃうんですよ、はい、だからそれでしんどい状態を数日続けるとかっていうのもやるんですよ。あえてそのまま続けて、はい、調子本当にこれで調子が悪いのか別の原因かもしれないですもんね。分かんないから調子悪くなったであろう状態をキープするんですよ。わあしんどい、調子悪いんですよずっと。でそこから5日ぐらい経ったら抜けるんで、でそのサプリが抜ける2、3日、4、5日経った時は元気になるんですよやっぱり。だからあ取りすぎだったのかみたいな。それはもう やっぱだからその規定の量なんかよりも全然多めに取る、ね、取るってことを知って、はい、ってことですよね、はいはい、なんか一回昔プロテインをあえて劣悪な環境にさらして飲むみたいなのもやってませんでした。なんか水ちょっと水分含ませたりとかやってます。痛ませるような、はい、開けっぱなしでちょっとほっとくとかね。それでも結構大丈夫やって言ってました、ね、大丈夫な時もあったし大丈夫じゃない時もいろいろそれはいろいろありますね。そっか、だからそこからだからこれは絶対に気をつけなきゃいけないっていうのが、はいはい、そうですね、出てくるんですよね。でも結構大丈夫なんですよ。人体実験って人でできないじゃないですか。そうですね、そうですね。だからやっぱり自分でね、やるしかないですと。だからこう人々のこれからの健康づくりに貢献するためにって言いながら自分の健康を損なうこともこう厭わずやったりしてるところもあるんで、まあ、まずは自分が柱になる、人柱じゃないけどいいことも経験するけど悪いことも経験する。だから例えばボディービルダー鶏胸肉1キロ食べてるとか聞くと、はい、1キロ生活1ヶ月続けてみたりですね。うわしんどい、めちゃくちゃ、まあね、しんどいっすよね。しんどいじゃないですか1キロって結構な量ですからね。なんか単純にステーキとか考えたら1キロは頑張りゃいけんじゃないのとか思うけど、2、3日は大丈夫なんですよね。そうなんですよ。1週間とか経つともう本当に長期間は同じもん食べ続けられないです、ね、あれ10日とか2週間経つと、はい、もう胸肉を調理しようと思う時点でえずき出すんですよね。いやしますします。もう嫌になってくるとそうなんですよ、不思議と。もう体が拒否しちゃうんですよね。面白いですよね本当に。だからそういうことも やられてるんですね。そうです。だからそういうこともやって今の話できるじゃないですか。そうですね。この話をするためにやってるんですよ、ある意味ね。なるほど、はい、でないとお客さんの気持ち分かんないじゃないですか。あ確かに。減量とかも10キロぐらい1ヶ月2ヶ月とかで10キロとかもやっぱりやったことありますし、はい、だからあやっぱ減量これぐらい大変なんだなとか、スクワットでもう本当20分動けなくなるとかああいうのもやったら、あ本当に星が飛ぶんだとか。あそうです、そっちからする時はありますね。足上げて寝てろとかって言われるんですけど、ああ本当にこんな集中受けるんだとか本当に足上げて寝てろとかって言って20分放置されるんだとかそういう経験とかね、
現場に立つっていうマインドがあるんですね、そこはやっぱり。そうですね、優秀だって言われるトレーナーたちのパーソナルをやっぱり全国津々浦々受けてみたりとかですね、いろいろ知ってますね。まあトレーナーの資格も2つ取ったりとかしてますし、はい、体張ってますね今なんか言ってみると体張ってますね。体張ってますよ。新入社員じゃないですかそれは。いや体の張り方が ビジネストレーニーなんで、すごい。そこはちょっとある意味そうですね、そうです、プロです、ね、趣味じゃないんです、ね、趣味じゃないですね。またちょっと違いますよね。だから一番最初なんて面白いですよ。もうプロテイン本当始めた頃、はい、2011年の夏なんですけど、まあ元々テニスのコーチだったんで、そうですね、はい、テニスに付随するトレーニングとかはしてたんですけど、だけどウエイトとか使ってトレーニングとかしてなかったんですよ、はい、もう自重とかちょっとこうバッとダッシュで走るとかそういうのしかやってなくて、でプロテイン売ろうっていう風になった時にトレーニングしようってなって、はい、地元のその普通のスポーツクラブに入会したんですよね、はい、あの大手さんに入ったんですよ、はい、で入ったら、まあ、もうまあもうめんどくさいなと思いながらやってるんですよチェストプレスとかでやってたら1ヶ月で嫌になるんですよね。へえ。面白くないって、なんでこんな、なんかあんまり変わんないしだけど大体よく3ヶ月って言うじゃないですか。そうですね、ちょっと見えてくる、はい、でそれも分かったんですけどって言いながら、でももう仕事だからやんなきゃダメだなとかって思いながらやってたんですけど、はい、だけど3ヶ月経って着替えてる時に鏡見た時に、はい、左の二頭のピークがちょっと高くなったのを感じたんですよもう今でもうわーって着替えててパッてこう見た時にあれっつって、あれそこで生まれて初めてのダブルバイもうこれ自然とね、ダブルバイということを知らなくても、そうそう、人間が自然とこう取るポーズですから。そうモストマスキュラーとダブルバイは自然になりますよね、はい、これはもう DNA に刻まれますなんかそこが生まれて初めてのダブルバイなんかもうそういうことの積み重ねで今がありますよいろいろやってきてるっすね。いろいろやってますね今思えば。土台が違いますね。いや一応仕事だと思ってやってますね。でももっとやんなきゃダメですね改めて。まだ体張ります。全然足りてないですね。だってみんな頑張ってるじゃないですかそうですね、すごく頑張ってらっしゃるんで、もっとちょっと体作んなきゃダメだな。すげえな。まだまだやっていきますか。楽しみですわ。まだまだこれから B レジェンド楽しみやなっていう気になりましたね、はい、この上谷さんがいるんやったらまたなんか面白いことしてくれるやろうっていう頑張りたいですね。そういう感じを感じさせてもらいました。ありがとうございます。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当に勉強になりました。あ、こちらこそ勉強になりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。また聞きにくい話聞かせてください、はい、ぜひ今度はもうちょっとぼやっとせず喋れると思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。